こんにちは。今日の講義は書籍、改訂版お金は寝かせて増やしなさい、です。この書籍は、まさに投資に関するバイブル的存在ともいえる一冊であり、日本の投資文化に革命をもたらす可能性を秘めています。まず、この書籍が取り上げるのは、インデックス投資です。株式投資や不動産投資など、様々な投資方法が存在しますが、その中でも特に注目すべきはインデックス投資です。なぜなら、インデックス投資はリスクを最小限に抑えながら、安定した収益を得ることができるからです。この投資法は、単なる個別銘柄の株式投資とは異なります。個別銘柄の株式投資は、その銘柄の業績や市況に左右されやすく、リスクも高いです。しかし、インデックス投資は、株式市場全体を対象としており、市場全体の動向に連動するため、リスクが分散されます。さらに、この書籍ではインデックス投資の実践法や注意点、おすすめの金融機関やNISA、iDeCoの活用方法なども詳細に解説されています。これにより、投資初心者でも安心して始めることができます。著者である水瀬健一氏は、自身も個人投資家として活動し、インデックス投資の実践者として長年の経験を積んできました。彼のブログは、多くの個人投資家にとってのバイブルとなっており、その豊富な知識と経験がこの書籍にも反映されています。この書籍を読むことで、投資に関する理解が深まると同時に、将来の資産形成についても具体的なイメージを持つことができます。投資は一般の人々にとって難解なものと思われがちですが、実は誰もが取り組めるものであり、この書籍がその一助となることでしょう。この書籍は、ただ単に投資の手法を解説するだけでなく、投資に対する心構えや長期的な視野についても触れています。投資は一過性の行為ではなく、将来への準備であり、そのためには冷静な判断と着実な行動が必要です。水瀬健一氏は、自身の経験を通じて投資における苦労や失敗も率直に語っています。投資には成功と失敗がつきものであり、それを受け入れつつも、常に前向きな姿勢で取り組むことが重要です。また、この書籍は日本の投資文化についても考察しています。日本ではまだまだインデックス投資が一般的ではありませんが、世界的に見ればこれが主流です。そのため、この書籍がより多くの人々に届くことで、日本の投資文化がより健全な方向へと進化することが期待されます。さらに、投資とは単にお金を増やす手段ではなく、人生の一部として捉えることも大切です。投資を通じて、自己成長や人生の目標を達成するための資金を確保することができます。そのためには、投資に対する理解を深めると同時に、自己啓発や教育にも積極的に取り組むことが必要です。このように、改訂版お金は寝かせて増やしなさい、は単なる投資の解説書にとどまらず、人生哲学や社会的な視点にも触れた一冊となっています。投資は個々の行為だけでなく、社会全体の活性化や豊かさを生む可能性を秘めています。そのためにも、この書籍がより多くの人々に読まれ、理解されることを期待します。以上が、改訂版お金は寝かせて増やしなさい、についての続きでした。投資に対する新たな視点や考え方を得るために、ぜひこの書籍を読んでみてください。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康で美しい体を維持することは、人生の質を向上させるために重要だからです。健康であれば、日々の活動に充実感を持ち、ストレスにも強くなります。また、美しい姿勢や外見は自信を与え、人間関係や仕事にもプラスの影響を与えるでしょう。それでは、美容と健康管理に特化したニーズに応えるサービスとして、ライザップの結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンについて紹介します。まず、ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。個々のニーズに合わせたトレーニングプログラムを組んでくれるため、これまでジム通いが続かなかった人にもおすすめです。また、食事制限はなく、健康的に痩せることができる点も特徴です。30日間の無条件全額返金保証もついており、安心してトレーニングに取り組むことができます。一方、ライザップウーマンは、女性専用のプログラムを提供しています。ウエイトトレーニングだけでなく、
ファンクショナルトレーニングやストレッチなど、さまざまなアプローチで美しいボディラインを導きます。また、低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮した食事管理も行います。そして、美容マシンや美肌に導く機器を完備しており、健康と美容を同時にサポートします。このように、ナイザップはダイエットだけでなく、健康管理や美容にも特化したサービスを提供しています。個々のニーズに合わせたトレーニングや食事アドバイス、そして美容機器の活用など、多岐にわたるサポートで理想の体を目指すことができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。